それでじゃあポケモン聞きながらノーマル戦行きたいと思います。ノーマル戦こっちか。あ、俺この歌知らねえんだよな。次って何？あー、ブラックホワイトだ。じゃあ知らねえのか。知らん。ブラックホワイトでもこれは知らん。誰この歌？モモクロ？何これ、モモクロマジで。誰歌ってんの？あ、本当にモモクロだ。あの、モモクロってなんだっけ？なんかの似たような歌があったんだよ、昔これ。ドリフの歌がなんかモリフで全員集合の歌にちょっと似てた。モモクロもポケモンやってたんだ。というわけで、ちょっと待って、俺がさっき言ったあれ探してみよう。あの、カバちゃんのポケモンって昔あったんだよな。で、確かに、ね、ベッキーも昔ね、ポケモンやってたんですよ。あ、あるかな、カバちゃんのポケモンってさすがに。多分ないと思う。カバちゃんのポケモンあるかな。でも確かあの振り付けやったのが多分パパイヤ鈴木だっけ？違ったっけな？いや、誰がやったか覚えてねえ。あれ、誰だっけ、あのポケモン言えるかな振り付けした人。あ、でもカバちゃん待ってるわ。ポケモン2004。2004、12年前。待って待って、これいつの動画？うわぁ、2008年の動画。懐かしい。そう、週刊ポケモン放送局覚えてるもん俺。キモリの尻尾でしょ。懐かしい、ポケモン放送局。じゃ、あれか、待って、週刊ポケモン放送局が2004年ってことは、ちょっと待って、多分この後か、なんだっけ、アドバンス2000、アドバンス2005年か。あ、でも2004年だから、そっか、俺が7歳だから合ってんのか。なんか、その点がごめん、なんか、頭ぐっちゃぐちゃピーで。うん、これ結構面白いんだよね、この歌。これはね、俺覚えてるわ。あ、ちょっと待って、間違えて画面消しちゃった。ちょっと待って。あー、もうこのクソスマホ死ね。クソスマホ死ね。覚えた。ヤドランキジョンズ。ここでもね、これまであんまり覚えてないんだよ、ここの部分は。ララララ言えるかな、君は言えるかな、ラーラー。あ、違う、ポラか踊るかがパパイヤ鈴木だ。あれ違ったっけ？多分そうなんだよ。あれ覚えてねえ。でもね、ここの部分はごめん、さすがに俺も覚えきれてねえわ。ラララ言えるかな、君は言えるかな、ラララ言えるかな、ポケモンの名前。ねえねえ、カバちゃん、こっからスタイルが変わるよ。あら、そうなの？おかまってよ。いやー、鬼すすめ、サンド、バラセクト、スピー、ビード、ガイド、ビゾ、オリジン、サイホン、バタドガ。でもダメだ、全然覚えてねえ順番。ダメだ、思い出せねえ。7歳だもん、17年前。無理だ、無理、17年前はもう覚えてねえ。ラ言えるかな、君は言えるかな、ラララ言えるかな、ポケモンの名前。さっきの一発積もられた近いしじゃボケ。リーズも一発、一つドラニーだから、待って、リーズも一発、ドラニー、7分か。
この後どうでもいい。でもこれさ、図鑑順でもないけど面白いよね、歌ってる順番が。言えたかな、君は言えたかな、ラララ言えるかな、ポケモンの名…あ、ごめんラ言えたかな、君は言えたかな、ラララ言えたかな、ポケモンの名前。なんだっけな、ベッキーが歌ってた歌。あのね、確かね、昔ね、ベッキーが歌ってた頃、名古屋だかどっかでポケモンのなんかね、イベントあったんですよ。でっかいやつ。なんだっけな。確かね、あれベッキーだと思うんだよな。歌は若干わかるんだよ、流れれば。あるかな、さすがに。あ、これこれ。あったあった。ハロー。サンキュー、素敵な言葉さ、みんな幸せ、ハッピーカムカムポケッパ。そう、俺この歌結構昔好きだったんだよね。毎日はメリーゴーラー、くるくるパワフル夢いっぱい、大好き数えたら嫌なこと忘れちゃう、今日は何しようかな、繋いだ手の中ワンダーラー、僕のパワーと君のパワーでキャッチボールしようよ。ハロー、サンキュー、この指に止まれ、みんなの元気、ハッピーカムカムポケッパー。ハロー、サンキュー、素敵な言葉さ、みんな幸せ、ハッピーカムカムポケッパー。なんでもこれ、なんの歌だっけ。なんの歌かは俺も思い出せねえんだよな。でも確かね、昔ね、ポケモンのイベントがね、名古屋の方であったんだよな。ちょっと待って、ベッキー、あのハッピーですか、そんな調べるのか。ハッピーカムカムポケッパー、積もられたの今。一応ね、ハッピーカムカムポケパークで調べたんだけど、ハローサンキューは出てきた。2005年か。ちょっと待って、2005年わかるんだけど、どここれ。いや、わかんねえ。しかもちょうど映画の時期がミュート波動の勇者ルカリオ。え、結構古じゃん。あ、ポケパークか。ちょっと待って、ポケパークってどこだっけ？確か名古屋だと思ったんだよ、俺の記憶だと。100% 俺の売れ覚えだけど。ポケパーク。あ、当たった本当に名古屋だった。そのポケパーク自体が、2005年の、3月18日から一応9月までの半年間、愛知県名古屋市中村区、デラファンタジア内に設けられたポケットマスターに関しては、まあ遊園地と。やっぱりあったわ、ポケパーク。これだったんだ。なんか意外だったまさか本当に名古屋だと思わなかった。そうそう。これちょうどあったね。そう。だから何だろう覚えてた。この歌結構好きだった、それ。キャッチボールしようよって。なんか面白かったですよね。まあ、今の子たちもわかんないと思うけど。ごめんね。今の子たちわかんなくて。これなんだろう。これ知らねえ。あ、ちょっとうるせえな。あ、仕事見つかった。CM うぜえな。ちょっと待って、あれどこだっけ？あったっつって。あと一個が来ねえんだよな。あ、でもね、ポケモンの公式が出してる歌があったけど、ごめん、全部知らんかった。ごめん、全部俺知らんかった。そうだね、あとポケモン、まあそうだね、これとこれ以外。あとなんかあるかな。あ、ポケモンって言ったらあれがあった。そう、ポケモンって言ったらね、結構面白い昔、歌ったんですよ、昔。この歌。
パッパパヤ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 パッパパヤパッパパッパパヤ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 ラリルレロケットだボロボロロケットだ今日の範囲なんだろう、はい、反省会恥さっと繰り返ってみましょう今日の戦いをあそこでああすりゃよかったなはい反省会終わりくよくよなんて本名の自分そんなことより明日のためにご飯ですやる気はもり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 上がる気泡がむくむくむく前向きロケットだこれぐらいしか知らないんだよね昔の歌っつったらあとなんかあるかなポケモンあと俺の記憶のポケモンだろちょっと待ってよく考えてみるでもポルカ踊るかもちゃんとしたエンディングだったしあとねえんだよな個人的に昔のポケモンっつったら悪いけどあんまりねえな週刊ポケモン放送局ちょっと調べてみよう、週刊、ポケモン放送局あった週刊ポケモン放送局これポケモンサンデーだれ知らねえ何だこの歌何このパラパラみたいな歌知らねえんだけどポケモン放送局にもねえってことあと何があんだ昔の歌記憶にねえなしかもこのドラミ追加してえなあと24あと8発かそうだなポンして、まあ、切って殺すっていうのもありかまあ、これでトイトイタンヤうわーマジリーチかけてないのせめてリーチぐらいかけとかあーなるほどインペコかどうせならリーチあーそっかリーチかけたくなかった理由が分かったそうねでもどうせならダブル狙っときゃよかったのにもったいないポケモンの歌ってなんかあとあるかなあんまり知らねえんだよなそれ言ったらでも俺これが一番好きなんだよなポケモン関係の歌だとごめんご本人の歌ないからちょうどこれでいいやご本人の歌なかったよ空に広がるラメリーのラッキースターハートに稲妻が走れば充電は大丈夫かなローラの架け橋しあこれオーラスじゃんしかもやべえ忘れてたローをつなぐ勇気の星ちょっと待って逆転じゃなくねこれ倍満しなきゃ無理なパターンじゃね全顔と聞けよさ音符にキスを少年倍満3倍満100万やるとよし100万やろうじゃないかさあ100万やろうじゃないか国士無双無理数万個しか狙えないかは誰より落ち込んでみたり名前を呼んでも上の空何を思ってるのもう応援したいあなたとなら It's a boy's and I think you should この英語の部分どうしても逃げてないんだよ俺昔から
Like a sunny day, always in you. 夢ばかり見てるラビーボー。 L-O-V-E-N-Y-C-K L-O-V-E。 うわやべ、詰まってきた。なんか急ピン一発だもんなこれ。うわローンされた。しかもドベ負けか、いてえな。なるほど、あいつ、白髪だから、イペコで。頭いい勝ち方してんなぁ。もう何があっても、わわわわわ。まぁ、37なのに、あれさっきいくつ勝ちだっけ？あれまだ今日勝ってねえか。あ、そっか、今回これ初か。そう、さっきのチケットセンター忘れてた。レザホイゼンガーテキンチューファーファー。僕にキスをして、 Like a face So you are with you。 夢をつないだら、 Let's a boy and girl Take a kiss your feet。 重い気分が好き、 Like a sunny day You are with you。 夢ばかり見てるラビーボー。ご本人のやつあんのかなこれ。あでもご本人のやつやっぱりねえな。ちゃんとしたのはなさそう。なんかちゃんとしないのが今見つかった。これ何、どっち、カラオケ。あカラオケか。YouTube にカラオケ出すとめちゃくちゃ低評価食らうんだめちゃくちゃ低評価食らってる。でもね、あのね、こういうことだったけど、一人ね、俺よりすっごい音痴な人 YouTube にいたのよ。俺もちょっとびっくりした。俺も歌下手な方、あの、上手い方じゃないけどさ、俺よりすごい人一人いたのよ。すげえな、この人。うわすげえ、ここまで合わせれるのある意味、本当に才能だわ。ダメだ、ちょっと待って、俺も合わせづらい、これ。ダメだ、どう思っても合わせねえ。ダメだ、ここまで来ると合わせねえ、無理。俺、無理。ここまで合わせれないの無理。あ、リンシャン解放チャンス。リンシャン解放チャンス。くそ。くそ。え、しかもそれ論なの。うわぁ、痛えなぁ、それ。うわぁ、でもまぁ、積もられる。あ、積もられるのがマシかもだ。でもねえなぁ、この歌。昔はあったんだけどね、ずいぶん前は。あ、でもね、一個だけ五本家の歌あった。これ、フルあんのかな？そうだな、ラブリーなんとかなさそうだな、ご本家のやつは。そんなにちゃんとしたのは。そうね。探してるけどなさそうね。ちょっと待ってね。これちゃんとしたやつかな？あ、これもカラオケか。すげえな、ほんと。ほんと、ここまですごいのすげえな、ほんと。
なんかすげえ頭が痛くなってきた。俺が人のこととやかく言える状況じゃないけど、俺よりひどい。俺ここまでひどくねえぞ、多分。俺もして言えるかな。わかんないけど。ねえな。ご本家のやつだとこれぐらいしかねえんだよね、やっぱり。あ、でも歌ってるシーン、あ、でもちょっとしかねえ。夜空に広がるラメ入りのラッキーさ。これこの歌でも15年以上前になるのか、そう考えるとじゃあ。ガハシレバオーロラの架け橋し、心をつなぐ雪の星。ヘロボイゼンガオセキワハ、音符にキスをして、 You are missing so is always in you。 手と手をつないだら、 Let's a boys and girls take you away。 甘い気分が好き、 Like a Sunday you are always in you。夢ばかり見てるラビーボー。わあ、なんかベオキシスの映画見たくなってきた。ちょっと待って、レクロモじゃベオキシスねえのかな、 YouTube。 あのね、ポケモンのやつだとね、デオキシスじゃなくてね、ゲノセクト見たことあるんですよ。レックの方もじゃデオキシスだっけ、あれ確かない。あー、さすがにデオキシスはねえ。え、俺じゃないの、ならいいや。俺じゃないのも失礼か。あー、デオキシスねえか。好きだったんだけど、でも映画で一番好きになったのは、ね、デオキシスなんですよね。やっぱりねえな。あのね、デオキシスって意外と面白いのが、あのゴンベがね、ゴミを蹴ってなんかのゴミ箱にストレートに入るのが、あれ意外とすごいなと思うんですよね。そうだね。そうだね。でもレックの訪問者デオキシスはなさそうだね。近づく必要ありました。ないね。あったらよかったんだけどねって、違法アップロードに対してあったらよかったんだねはひどいよね。そうだね。でもなさそうだね、やっぱり。見た感じは。あのね、YouTube じゃない別のね、動画サイトだとあったんですよ。あのね、YouTube 上だと日向坂とかの動画って消されるんですけど、YouTube じゃないね、動画サイトだったらそれ見つかったんですよ、動画自体が。レックの訪問者。で、動画で調べてみよう。そうだね、動画自体はあるけど、やっぱりちゃんとしたフルバージョンはなさそうだな。なんか短編っぽい映画だったら、スパ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 出てきたんだけど、やっぱりちゃんとさ、フル版見てえじゃん、個人的なんだけど。あ、でもなんかニコニコに歌がある。ちょっと待って。ちょっとこれ、見てみたいからちょっと流すわ。まあまあだな。ちなみにこの動画2012年になってる。うわー、それでも9年前か。9年前、俺15、まあまあそんぐらいか。お、すげえ、5本消えじゃん。ラメ入りのラッキースター、ハートに稲妻が走れば。これは後で出るやん。でもそうだな、デオキシスの動画自体はね、なさそうだな。そうだね、ないね。あ、2004年なんだ、デオキシス。俺7歳だな、ほんとに。あ、そっか、じゃあ、デオキシスが7歳ってことは、え、ちょっと待って、デオキシスが2004年、その確かジラーチもあるんですよ。そう考えると、ジラーチが2006年か。あ、2003年か。結構古いんだね、デオキシスも。ちょっと待って、今なんか1個動画見つけた。ちょっとアクセスできるかだけちょっと行ってみるんで、ちょっとお待ちくださいね。ちょっと待って、これアクセスできたらすっげえ嬉しいんだけど。ちょ
待って、ちょっと待って、うるせえなピコピコ、あ、くしゃみ出そう、うっぴしょくしゃみ出た、すげえ、うっぴしょって面白いくしゃみ出た、ちょっと待って、これで一回起動していけるかどうか、いけたらちょっと見たい、いや、デオキシスはマジで見たい。でも俺個人的にね、ポケモンの中で好きなのデオキシスなんですよ。で、その次正直シェイミーかな。まあ、はぬけだけどリーチかけるしかねえんだよな。これいけるやつかな、ちょっと待って。いけるかいけないかわかんないけど、ちょっと行ってみてる自分がいる。あ、無理そうだな、これ。ちょっと待って、なんか行ける気配があるわ。ちょっと待ってね、これ日本語版じゃなかったりしてね、ちょっと待って、これギャラリーのこれか、ちょっと待ってね、ギャラリーからちょっとアクセス、一応見つかったは見つかったんだけど、日本語版かどうかじゃないのが見つかった。ちょっと待って、どこだ？あ、これか。よし、国士でも狙うか。とりあえずね、日本語版か英語版か、それとも違う言語版か。そうそう、映像がちゃんと映んねえ。ごめんなさいな。あ、映ったけど、ちょっと待って。無理か。これ映んねえな、まあ、しゃあねえか、うん、あわよくばと期待した自分がいた、映りそうにねえな、こっちに映ったらよかったのに、一応これだとないのが 1とキューピンとトンとハツか、うわ4つもねえのか、ちょっと痛えな、捨てるしかねえんだよな、俺の場合は。そうっすね。まあ、映像的にはちゃんとしてないやつか。じゃあね、探すか、別の。映ると思ったんだけどな、惜しかったな。一応もう一回だけ起動させてみてる。完全にね、レックの方じゃ出起き探すので集中してて、麻雀どころじゃねえんだ今、俺悪いけど。あー、でもやっぱりなさそうだな。しゃねえから、なんかビデオ屋行ってこようかな。あるかな、DVD かなんか。あればめちゃくちゃ嬉しいんだけど。そうだな、やっぱり動画自体もねえな、ちゃんとしたのが、そもそもが。どんまいだな。確かにでも YouTube でね、ポケモンの映画出すとね、ゲノセクトはつい最近出てきたんだよな。ちょっともう一回調べてみよう。すっごい他力本願だけどね、他力本願しかねえんだよ、違法動画の場合は。
確かね、ポケモンの映画自体は見た記憶がある。ポケモン、あ、間違えた。クソやろ。ポケモン映画で一応検索かけてみた。したらね、ミュウツーの逆襲のエボリューションが出てきた。ディアンシー違うっすか。時間が長い順で検索かけると、ミュウツーは出てきた、マナフィーも出てきた、この2本しかない、ドラえもんあんじゃん、不思議風使いとか。でも56分で尺短すぎねえか。そうね、ポケモンの映画は、マナフィーとあれしかねえな。どんまいすぎんな。本番は乗せてんだよな。まあ、2発捨てられてるから痛えんだよな。足、痛え、足ぶつけた。乗せ積もられんだろ。うわ、感謝のか。そうね。ないね、多分、ポケモン映画自体が。こうするか。うわぁ、それは無形かい。終わった。この動画配信処理だな。とりあえず一回疲れたから、ちょっと休憩して。とりあえず今月、まあ普通に、まあちゃんとした役満ではないけど、役満はしたから、まあそれでいいと、よしとするか、一旦。あと個人的に次何の歌にするか決めとこう。ドラえもんやったしね、アンパンマンも正直そんなに面白いのねえしな。まあ俺あんまりアニメとか、まあ昔は見てたけど、それこそだから、昔見たアニメなんてさ、ドラえもんとアンパンマンと、ハリモガハリか。ちょっと待って、尺的にちょっと待って、ハリモガハリ出てくるかな。すげえ。ハリモガハリって言ったら動画自体もちゃんと出てくるわ。ハリモガハリなんかあんの YouTube に。なんかすげえちょっと嬉しい自分がいる。おお、懐かしい。もう俺この歌知ってる。多分これオープニングかエンディングどっちかだったな。覚えてね。どこかで待ってた魔王、大事に育てていい。ダイヤはずっと知ってた、奇跡を胸に隠して、この星のリズムに乗ってさと、どこまで行こう。自分が咲いた時間を忘れずに、で、あれ、足は好調、いいかも、泣いて笑って、あん、朝が来て世界は順調、いいよねダリア、私も、あ、空を見るわ。すげえ、ハリモガハリーじゃん。でもね、そんなに動画の本数はないわ。そりゃそうだって、ハリモガハリーって俺が小学生の頃だもん。あ、でもね、ハリモガハリの一期の動画2、3本は見つかったわ。うわぁ、すっげぇ懐かしい。すげぇ、ハリモガハリが本当に出てくるんだ、YouTube に。あの、さすがに歌までは入ってねえ。うわぁ、懐かしい。うわ、クソ懐かしい。これ英語じゃねえ、日本語じゃねえ。でも今の子たちハリモガハリってわかんのかな。さすがにわかんねえか。この試合に見せ場はない。すげえ、でもハリモガハリが出てきた。うわ懐かしい。
あ、ハッチポッチステーションじゃん。うわ、懐かしい。クインテッドの前身番組。これエンディングかな。あ、これさっきのエンディングか、あれ。俺、ハリモガーリのオープニングってあんまり覚えてねえんだよな。きっと、なんとかこうとかみたいな歌だった気がするんだけど、あんまり覚えてねえんだよな。ごめんなさいね。あ、これこれ。歩いて、あれこれだっけ。あんまり覚えてねえんだよ、本当昔すぎて。あ、でもこれっぽいっちゃこれっぽいな。閉じてみてごらん。あ、でもこれさっきの歌か。そうだもんな、これさっきの歌だもんな。すげえ赤字。とりあえず残りは気が向いた時にやりましょうか。